お前らショーのマイク聞けなくて残念だったな。今日は完全にネクストじゃねえ、完全にリボーンだ。俺が両国の舞台に立つにはあと2戦もう負けられねえ。名古屋でタイガーマスク、そして愛媛でジャイアン。ジャイアンは無敗だろ。なあ、誰かがあいつを止めなきゃならねえよな。俺があいつをきれいなジャイアンにリボーンさせてやるからよ。お前ら楽しみに見ろ。きれいなジャイアン、今汚いジャイアンってことですね。じゃあスーパージュニア、まだまだ面白くなるぞ。お前ら名古屋から続くシリーズも最終戦両国も見てこい。レッツゴー。完全にリボーンでしたね。会場リボーン、ボーンソルジャー色に染め上げました石森泰治。今日負けたことで今年の俺のスーパージュニア終わり。なわけねえだろ。4敗、まだ何が起こるか分かんない。最後の最後、6月5日、その時決勝戦やってくれって、何かの奇跡で俺が繰り上がるかもしんねえだろ。だから6月5日までは決勝に上がるつもりでずっと戦い続けた。ショー、ああ熱いな。気迫もよ、パワーも、プロレスも精神力も、このスーパージュニアで一気に覚醒したな。株価高騰だよ。でもな、ジャイアンとな、見習いみたいなやついいな。俺が負けるわけねえだろ。とりあえず両国の決勝まであと2戦待ってろタイガー、そしてジャイアン。